皆さんこんにちは。こんにちは。皆さんこんにちは。フラペチーノさん花火ありがとう。ありがとうございます。響きだよ。お姉様じゃなくて響きです。響きです。待って、大丈夫って。大丈夫だよ、風邪じゃないよ。受験ですって。嘘つけ、風邪じゃないよ、大丈夫だよ。明日の最終録披露します。素敵な思い出に、本当に素敵な思い出にしたいです。喉の調子は、まあ、そんな悪、めっちゃね、よくはないんだけど、めっちゃ悪くもないから、ちょっと仮眠取ってて、そう、眠たすぎて仮眠取ってて、起きたら顔がすごかったので、マスクしてます。明日会場で会いましょうって、会いましょう、マジ楽しみ。ひーちゃんラビュー、久しぶりに来れた。かんなちゃんお久しぶり、ごめんねマスクで。こんにちは、来てくれてありがとう。ありがとう。みそじってこれ猫さんやろ、なんでみそじな。いよいよですね、結局夜の皆さん会になりました。マジか、ヒロも来てほしかったな。昼蛇声ダッシュしてきた。いらっしゃい、こんにちは、はじめまして。いいちゃん、明日のさしらく、いい思い出にする、いい思い出にするよ。皆さんラビュー、明日楽しもうね、楽しもうね。さっきかなちゃん寝ながら配信してて後ろ目になってた。マジか。いや私も、まあ9時から9時50分50分ぐらい寝てて、そう、明日は伝説作ってね。何の？そのぐらい頑張りますね。リカさんラビュー、明日行くぞ。お、翔さん楽しみにしてられるの。ぴょんぴょん、さぎちゃんってこんにちは。キュニーランプありがとう。ぴょん好きめぬるん、しんちゃん寒いよ。かなが、ひーちゃんに髪やってもらうって言ったけど、配信、そうそう、かなの髪の毛ね、ちょっと前髪とかちょっとやってあげるんですよ今日。お姉さまと長電話かと思ってて、なんか本当に眠すぎてちょっと50分だけ寝てたの。アイリスさんこんばん。目が強い、目が強い、ありがとう。おこちさん寒いよ。HMT さん、HMFM さん、いいよ。もう少しで、30歳ってこと？今日、タオル子でおさきちゃん書いたやつ見た。本当？見てくれた？みんな見に行ってくれてんのね。本当ありがたい。読みましたか？しっかりと。レシミの舞だ。明日昼夜行くね。うわー、楽しみ。ね、本当に、どうしよっかなって。髪の毛本当に迷ってて、今日マネージャーさんとも話してて、前髪どうしようみたいな。そう、前髪どうしよっかなって思ってるの。どうしたらいいと思う？前髪上げるか、なんか前髪をなくすか、パッツンにするか、斜めにするかってのを迷ってて、すごい迷ってるからどうしようかなって感じ。叫んどくわーって。多分ひーちゃんに名前呼ばバレてるな。名前バレてるよそりゃ。シーツハートありがとう。お姉さま広島にいらっしゃいって、かなう、丸坊主かな、下言えない、やばいよ、丸坊主にしたら。猫さん、花火ありがとう。くまちゃんさん、こんばんは。後ろもちゃんと読んだ。え、よかった、よかった。ありがとう、読んでくれて。後ろ結構書いてたでしょ？みそ、あ、そういうこと、30でみそじってこと？あー。
かそうかなとも思った。ひーちゃん近くて気絶するんですか？あれ気絶しないで斜めにやす、そう今日斜めにしてていい感じなやったんけど、なんかどうなんやろうかと思って、ちょっと今前髪どうしようかなと迷ってる。クリオさんもいいよ、チタさんハートありがとう、ハートじゃない花火ありがとう、ならツインで、そうツインね、なんかポニーテールがなんかイメージがあるってマネージャーさんから言われて、どうしよっかなと思って、たくさん出るからファンなんなりやすい髪型と助かる。どういうことどういうこと、俺のパーマ見して、パーマ、俺のパーマじゃないけど響のパーマな。ひーちゃんラビューって、ジェーモンハチさんラビュー、みずきさん尊い尊い、響も尊い、ありがとう。前髪はアリが好きです、まあデコ出しでも好きで、どうしよっかな本当に迷うんだよね。今日めっちゃ女の子で、そう女の子だよ、いや今日はっていつも女の子な。こういう体調大丈夫ですか？うん、まあ喉がちょっとって感じぐらいですね。ひー何でも似合うじゃない、ありがとう。明日イベント、あそうなんや、花火見終わりや。ひくんさんこんばんは、ひひさんレインボースターありがとう、ザキヤマさんナビュー、耳が見える髪型が好きです。そう髪型下ろすのはないかな、じゃあくんちゃんさんラビュー、ラビューラビュー、カリさんラビュー、え昨日女の子やったけど、あれえ男の子やったけど、あれえは私は男の子じゃないんだけど、ポンちゃん花火ありがとう、ひぶきちゃんと男の子だったな、違うよ違うに決まってるじゃないか。今日はねいろいろ備えて お風呂にも使ってゆっくり寝ないと。そういや髪型が短くて、あれえどういうことどういうこと、短いカリさんラビラビューって、沖雅史さんこんばんは、性格は男の子のような、え嘘男の子なのかな私性格、いや確かにまあ性格男の子って言われてもしゃあないわ。 HMT さん23 HM んもうダメだ頭回ってない。 HKT23 さんこんばんは、じゃあ投げキスでお願いします、ありません。よくすびっき、今日はなぜマスク姿、顔がやばいから髪型どうなってんの、髪型は2つです、2つだよ、昨日の髪型男の子だった気がする、違うんだけど、男の子じゃなかったんだけど、明日にそうなんだけど楽しみにしてますね、明日楽しみ本当に、 DMM 前列最善楽しみに、どうなんだろうね明日、明日楽しみ。こんばんにゃ、広島駅着いたよって、みんなに会えるのが本当に楽しみです、楽しみだ。ジャッキー花火ありがとう、 NRRO0022 さんこんばんは、どっちがパモさん、こっちがパモさんでしょ普通に。明日よろしくねって、よろしくね。どうして無視しないでねって。うん、大丈夫だよ。お見送りで投げキスしてくれると本当ですか？しまーしん。マスク姿の二つ結び、笑うな。笑うな。ツナマヨさん、ファイトってありがとう。パモお留守番。そうだよ、パモお留守番だよ。ソーダースさん、こんばんは。青でひっそりしとくよ。絶対ひっそりじゃないでしょ。あ、忘れとった。初見ですって。嘘、それはそう。HOMMY さん、フォローありがとうございます。ミョンモンも草派の
陰から応援してますよきっとね。みょんみょんも応援してくれると嬉しいな。みょんみょんの分まで頑張りたいと思います。どっちがパーマさんを、俺がパーマさん、おいおい、私は私のパーマだぞ。明日ウェイユー何回言ってくれるか楽しみにしてます。え、言うのかな、ウェイユー言わないよ。しゅんちゃん花火ありがとう。今日もお疲れ様です。うささんお疲れ様です。お疲れ様。まっぴさんフォローしました。ありがとうございます。ありがとう。かなわペンライトとかにかなわ投げキスするって配信で、そうなん、じゃあ私はもしかしたらするかもしんない、わかんない。モリシーさんラビュー、明日楽しみにしてますね。おやすみなさい。ささんおやすみなさい。私も楽しみにしてます。くるくるさんがひーちゃんに髪欲しいって言われて、そうなんです、今日言ったの。もうくるくるさんのダンスしてる時のなんだろう、髪の収まり具合っていうか、なんかなんだろう、すごい綺麗なんですよ。綺麗でまとまってるので、私の理想の髪の毛なの、くるくるさんの髪の毛が。そうだからくるくるさんの髪になりたくて、そうそうそうなの。かなちゃんが髪切ってもらうの楽しみにしてましたが、多分疲れて寝ているかも。いや寝てないと思うよ。そう髪の毛と来るって言ってたから、そうそうそう、髪の毛、髪の毛って前髪だけどね。ひーちゃんの何、圧、威圧感、どういうこと、漢字が圧、狂いにき、なんて読むやろそれ。つのまさラビュー、明日出れないママによろしく伝えておいてね。メイリ君が会いたがってたよって伝えとくね。言うて私ももう本当にずっと会ってないので、そうそう、ずっと会ってないから本当に寂しくて。お姉様、明日のあちゃんじゃなく誰のタオル持ってるの。まずお姉ちゃんがいるか分かんないからね。そうやん。マイキューさんにコメントしてもスルーされるし、ゲッチャン行けば制限かかるから最悪だ。あらま、ピエンじゃないか。明日の自己紹介の時よろしくお願いしますのことをウェイヨーって言おう。みんな返してくれるかもよ。自己紹介ないんじゃない、もしかしたら。ST の隙面を変更する際、お前も入れようか。え、入れて入れて。絶対入れて。うん、今日のひーちゃん、なんかイカゲームの女の子かい。なんでイカゲームの女の子に見える？さすが見るとこが違う。神。そう、神。そう、神。もう本当にくるくるさんの本当に髪の毛最高なんです。え、くるくるさんの髪って。鬼太郎みたいに針になって飛んでくるんで、飛んでこないよ。かなちゃんの配信、寝落ちレベルだったことを報告しておきます。本当そんなに？ね。猫さん見よう。明日の髪型はくるくるさんとお揃いにしたらいかがでしょうか？確かに。でもくるさんとお揃いにしたいところだけど、多分私が同じ髪型をしたとして、くるさんと同じ髪型になんないんですよ、悲しいことに。で、え、浜の響きです、よろしくお願いしますのとこあるのかな、わかんないんだよね。イカゲームの女の子もツインチしてたな、確か。嘘、見てないな。イカゲーム見てたけど、二つ結びしてたっけ。マスク大丈夫か。大丈夫だよ。やすさんこんばん、まあもう無理すんなよって、しないよ。ギャルゴミビッキーの配信から帰るか、帰っちゃうの？ひーちゃんこれ名前か。シンパモト。何シンパモト。みやっちお大事にって。そう、風邪ひいたわけじゃないか。大丈夫だよ。くまさん、こんばんは。明日は見つけやすい髪型頼む。見つけやすい髪型？でもさ、ほら、研究生で髪型決まってるからさ。大抵みんな被るからさ。頑張って見つけて。多分分かりやすいと思いますよ。ピオ姫さんこんばんは。響きどっち側が多いんだろうね、上手か下手か。でも私さ、上手も下手も結構ね、なんだろう、いい感じに
均等って感じなんだよね。上手の時もあれば下手の時もあるしみたいな。ひーちゃんの、あいとりさんこんばんは、ピアメさんこんばんは。ひーちゃんの二人めちゃくちゃ可愛い、本当。もうみんなメンバーもね褒めてくれるから嬉しいの。そしたら後ろの方で全身、真っ赤なぬいぐるみ着てたら自分だから絶対わかりやすいな。全デコ出しでいいよって。全デコ出し。犬犬 JR さんこんばんは、失礼しましたって。もしかしてパンパモとパーマとヒーちゃんって感じで進化し、それはないな。で今日の配信15分だけ、うん、そう今日の配信15分だけです。明日に備えてちょっと配信は軽くにしておきたいと思います。ではね、そろそろ配信終わりたいと思います。そう、喉もねしっかり休憩取らないといけないので、かなのひアクサ買って姫がやっちゃいます。あ、うん、覚えてる。テロペ出てありがとう。昼は真っ赤だけど夜は着ぐるみに、うん、着ぐるみにしな。ひーちゃん明日頑張ってね。うん、頑張るね。みんなありがとうございます。明日楽しもうね。では団長読んでいきます。ライブランキング13位、13位ゆういちさん、12位えむちゃん、11位森健銀河さん、10位佐藤さん、9位ハゼッチ、8位ひろしさん、7位ゆうろくさん、6位しょんちゃん、5位ひかるさん、4位ねこさん、3位ちとさん、2位ザッキー、1位はドコドン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 、STU ヒーさんです。ありがとうございます。やばい、喉が出らん。ありがとうございました皆さん。ではね、明日も楽しみに、うん、じゃあ明日、広島最終ラックなので、最終日みんなで素敵な夏の最後の思い出を作りたいので、皆さん一緒に楽しんで明日過ごせたらいいなと思ってます。早く寝るね。そう、今日もね長時間のレッスンだったので、ゆっくり寝たいと思います。ファイトありがとう、ステイさんありがとう。皆さんでは明日も楽しみましょうね。では皆さんおやすみなさい。疲れ様でした皆さん。では明日会えるのを楽しみにしております。ではおやすみ、頑張ります。千秋楽楽しみましょう。じゃあね、おやすみなさい。バイバーイ。